残留濃厚の久保建英ソシエダが最強補強観光へ。ソシエダがサディクを売却する模様。現在ソシエダの中でサディクが一番多くのチームから関心を持たれている。プレイの内容は決して芳しくないものの、市場価値は約16億円あるため売却する価値が十分にある。ヘタフェやアラベス、イタリアやサウジからの問い合わせが多くあり、今夏ソシエダの中で最も他クラブから興味を持たれている選手である。よし、これが一番の補強だわ。スカウト陣の唯一の失敗だろ。ソシエダは値がつくならマイナスでも売った方が良い。来季残したらサポーターに怒られる。久保残留ならぜひとも放出してほしい。とりあえずアシスト未遂は減るだろうから。売れるなら売るべきでしょ。セルロートを完全で取らなかったことが悔やまれますな。何のジョークなんだ。獲得したチームのファンは秋にはブチ切れてるだろうな。1000万ユーロ、名前が上がっているクラブでも多少ギャンブルできる値段だね。ソシエダに合わないだけかもしれないからね。スペイン2部リーグ級のリーグでならば活躍できる。かもね。ソシエダはそこそこの値がついているうちに売却するのがが妥当。損切りもやむなし。こんな個人プレイしかできない選手、ソシエダには合わないだろう。スカウト陣の知る目のなさよ。久保も出ないかなー。